市民球場です。オリックスバファローズ対中日ドラゴンズ、この試合の模様をお送りいたします。バファローズの先発はルーキーの村西、対するドラゴンズの先発はルーキーの岡野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でシエラ、第9初球から打ってった、ワンバウンドヒットになった、ライトからセカンドへ、ドラゴンズまずは1点先制、1対0。右の岡野マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏1点を追いかけます。バファローズの攻撃、トップバッターは杉本、初球ストライクから打ちました。いい当たり、抜けた、杉本ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。背番号5、第3球を投げました、アウトロー、空振り三振、岡野見事なピッチングです。右バッターボックスは紅林、背番号次は4球目、投げました、外角スライダー、見逃し三振、バッターは4番中川、第3球は縦のスライダー、空振り三振、岡野見事なピッチングです。1回の裏が終わりまして1対0、ドラゴンズ1点リードは変わりません。バファローズ追う展開で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で山崎、第9打った、流し打ち、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、バファローズファーストランナー残塁、2回が終了しまして1対0です。ドラゴンズリードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面でシエラ、内角低めいっぱいストライク、第2球、会心の当たり、一塁送球、ここはうまい守備に阻まれました。バファローズ追う展開で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という場面で杉本、流し打ち、どうだ、一塁へ送る、岡野取ってアウト、ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。さあ、次の投球、後藤スタート、ボールを三塁へ送った、タッチはアウト、通る。バファローズ追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で中川、これは引っ掛けた、あっと取れない、ボールは中継、中川いいバッティングを見せました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。打ちました、痛烈、入れば逆転だ、打球はそのままレフトセンター見送った、ホームラン、逆転スリーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ、初球を持っていかれました。チームメートが迎えます。ドラゴンズ追う展開で迎える6回です。今日は安打を放っています。シエラ、これはいい当たりだ、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発をベンチも祝福。超降板、右の漆原、今日3人目のピッチャーとして登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、見送ってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから直球ストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げた、打ちました、抜けた、シエラナイスバッティングです。ドラゴンズ大差で敗れました。敗戦投手は、さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。